ロージャ・シャンドルはハンガリーの盗賊、無法者である。ロージャが、生、シャンドルが名であるが、ロージャは女性の名でもあるので、彼の名前を呼んだり表記するときには、生だけで、ロージャとはせず、常に、ロージャ・シャンドルと生命で表記するのが一般的である。八百十三年七月十日、ハンガリーで貧しい両親のもとに生まれる。子供時代には両親を亡くし、 この頃から金持ちの家の金品を盗み出すなど、せげ都市を中心に盗賊家業を始める。盗んだ金品などは貧しい農民に振り分け、ベチャールと呼ばれるようになる。しかし、ハンガリー警察に追われる身分となり、1836年に馬泥棒の台上により投獄される。その後、刑務所からの脱獄に成功し、1848年、ハンガリー革命では、 義勇軍と名付けた軍隊を結成し、大活躍する。革命後に、ロージャシャアンドルは、ハンガリーの独立を求め、ゲリラ運動を展開するが、ハンガリー農村の安定化に伴って、ロージャシャアンドルはそれまでの基盤であった、農村部から敵意を向けられるようになり、1857年に、ハンガリー警察に捕らえられた。そこで、終身刑が言い渡され、 ロージャシャアンドルは、オーストリアクフシュタインの刑務所に送られる。だが、1868年に恩赦が与えられ、ロージャシャアンドルは自由の身になるが、釈放予定地へ移動途中の汽車を強奪し、同年1月12日に再逮捕される。翌年になると、ロージャシャアンドルは改めて終身刑を言い渡され、クルージュ県ゲルラの刑務所で没した。1836年に投獄された。 最初の罪状は馬泥棒だったが、彼自身が犯罪に関わったかについては明確な証拠は残されていない。しかし、それにも関かかわらず投獄されたことで、老者ャアンドルはベチャールとして生きていくことを余儀なくされる。投獄後、老者ャアンドルは犯罪を繰り返すが、恩赦を受ける1848年まで町役場からの金庫強奪、牛泥棒などを行っていた。 御社の後は、義勇軍を率いて、セルビア相手に活躍を見せるが、正規軍の規則を嫌って1ヶ月で離脱して、故郷のセゲドに戻る。そこから、盗賊としての活動を再開する。1850年代のロージャシャアンドルは、活発に動き、貴族、被災を中心に30件以上の強盗行為と、裏切り者の殺害を行った。ロージャシャアンドルは、 自身が築いてきた名声を利用し、農民らからの支援を受けていたため、1850年前半は手配所を配布し、警備を増員したにもかかわらずロージャ・シャンドルは捕らえられることはなかった。しかし、1850年代の後半に入ると、殺人などの行為が広く知られるようになり、また経済的に安定しつつあったハンガリー農民の意識の変化もあって、 次第に、ロージャ・シャンドルは追い詰められていく。1857年、ついにロージャ・シャンドルは、親戚のカトナ・パールと共に捕獲された。人間不信に陥ったロージャ・シャンドルがカトナも、裏切った者として口論中の逮捕だった。1859年、ロージャ・シャンドルは、ハンガリーの王立裁判所で裁かれることになり、40人の証人が用意されるなど大規模な裁判となった。 そのため、新聞が逐次裁判の経過を報道し、ロージャシャンドルの経歴は広くハンガリーの人々に知られるようになる。特に、ハンガリー革命での活躍がロージャシャンドルの人気を高めた。裁判の結果、ロージャシャンドルに下された判決は死刑だったが、皇帝フランツ・ヨーゼフ一世は、革命の功労者の死刑が政治的に波紋を広げることを恐れる。その介入により、 ロージャ・シャンドルの死刑は減刑されて終身刑となった。ロージャ・シャンドルはそれから1868年4月まで収監されていたが、フランツ・ヨーゼフの妻が第三子を出産したことに伴って恩赦が与えられて釈放される。釈放後の彼は裁判中の人気もあって周囲から英雄として迎えられ、ハンガリー首相アンドラー・シジュラと面談するほどの厚遇を受けた。 ロージャ・シャアンドルは故郷、セゲドに帰郷するが、そこでも歓迎を受けたロージャ・シャアンドルは名手として落ち着くかに見えた。しかし1868年11月、ロージャ・シャアンドルは仲間と共にセゲド郊外の豪商宅を襲撃、翌月には鉄道強盗を試みるなどして強盗を再開した。政府はそれらがロージャ・シャアンドルの犯行とは見ていなかったが、悪化した治安に対し、 ラーダイ・ゲデオンを派遣する。ラーダイは政府委員の男爵であったが、鉄の腕と称されるほどの辣腕を振るう治安の専門家であり、治安の悪化とロージャ・シャンドルとの関係をいち早く見抜いていた。ラーダイは、ロージャ・シャンドルが望んでいた治安官への圧戦を匂わせて、ロージャ・シャンドルを誘い出し、1869年1月に捕らえることに成功する。 ロージャシャンドルは再び注目の中で裁判を受けることになり、下された判決は再度の終身刑だった。以降、ロージャシャンドルはサモシュウイバール監獄に囚われ、その年の11月に肺結核で生涯を終えた。ロージャシャンドルが狙った対象は、主として、貴族、地主、商人、司祭、地方政府機関であり、豊かでない者への略奪は記録に残されていない。 また強盗に伴った殺害も極めて少なく、特に襲った家の召使いらを傷つけることはなかった。ロージャ・シャンドルが主に殺人を犯したのは、裏切り者への制裁と、貴族及びその代理として、農民を管理していた農場観察官への攻撃だけだった。なお、奪った富を貧しい者に分け与えたという逸話は、伝承として残されてはいるが、実際の証拠は、まだ見つかっていない。 それでも、当時の盗賊とは明らかに異なったロージャ・シャンドルの特色によって、現在のロージャ・シャンドル伝説は、ロビンフッド的な脚色を帯びている。また、ロージャ・シャンドルは、県の役人と反目して、しばしば対立していたが、このことは、現地の権力と癒着していた、イタリアのマフィアと比べて、明確に異なる点だった。当時の憲兵には批判がジンが、多く、 しばしば民衆と対立したために、ロージャシャーンドルの立ち位置が民衆の側に立っているとみなされていた。チャーンドルもそれに応えるように、1851年には農民から土地を奪い、弾圧によってタバコ栽培の労働力に囲い込もうとした貴族の農場観察官を襲撃するパラーシティ事件を起こし、農民らの支持を集めた。それらの活躍のため、 ロージャ・シャアンドルはベチャールの中でも代表格と評価されている。ロージャ・シャアンドルの死後、ベチャールは激減する。これはラーダイ・ゲデオンらの治安維持活動によるところもあるが、近代化によってハンガリーの農民層が安定し、ベチャールの活動を必要としなくなったために支持基盤を失ったベチャールたちは自然に消滅していった。一方で圧政に対する抵抗として、 ベチャールの活躍は伝説化され、現在に伝えられている。南塚慎吾著、1999、アウトローの世界史、NHK ブックス、ISBN4 から14から001874から7、ありがとうございます。